えっと今の紹介に預かりました。あの東京大学の福田です。えっとこれからあの東京大学の説明とそれからもし皆さんが東京大学に入ったらどんなことを。 ができるのかみたいなことを少し皆さんのお手元にですね「えっと、東京大学で学びたい人へ」という冊子があるかと思いますけども、まあ、多くのことはそこに書いてあるので後でゆっくり読んでもらえばいいと思いますがその触りとそれに対する考え方みたいなものをここで少し話させてもらおうかと思いますであのこのコンテンツはですねこんなふうになっていて「えっと、東京大学の基本情報」 それから、えっと、今あの世界すごく大きく変わろうとしているのでそういう中であの東京大学っていうのは今何を目指そうとしているのかっていうことそれから東京大学でいろいろ教育をこんなふうに変えたいなって思ってることがあって。 それののいいくつかのプログラムをを取り上げて説明をしようと思います最後にあの入学の試験のまあ基本的な考え方みたいなやつをえとお話したいと思います。あの細部につきましてはその中に書いてありますしあの明日のえと講演会の中でもう少し入試については詳しくあの話すことになっていますで。まず東京大学とはということで、えー、とキャンパスはえ本郷駒場あと柏にあります。 で皆さんがすぐにはあの関係しないので、ここでは貸しは書いてございませんけれども、え3つのキャンパスがあって、それをつないだあの教育と研究をしているということになります。で学生の数は、学部生が大体1万4000人で、大学院生が1万4000人,人ほどいますので、全部合わせると3万人弱。 というぐらいの規模で、まあ、あの日本の国立大学の中では大きいんですけど、世界的に見ると、この大学の規模はいくらでもあって、まあ、あの世界的に見たときの大学の、まあ、あ,るてある意味、あの平均的なサイズになるんじゃないかと思います。で学部は10学部あります。で選抜方式は、ここに書いてあるように、あの試験の点数をこんなふうにして、この試験の上位の人から取って、成績の上位の人から取っていくというような方法をやっています。 でまあ、これはあの東京大学の環境ですけど、教員数は5900人です。先ほど、えー、学生の数が全部で3万人弱って言いましたから、これ単純に割ると、1人の学生に対して、えー、なんだ5 5ん、えー、5人ぐらい、五人の学生に1人の先生がいる、これはあの多分他ではなかなか望めないぐらいの、えー、と学生と、それから先生の割合ということになっています。それから え、図書館にある本っていうのはすごいたくさんありまして、ここに965万冊ってありますけど、この中にはですね。あの、それこそ、えー、その平安時代からですね。少ないのそ？そういう古い本まで含めて非常にあの、えー、大事な本がたくさんあります。それから、これお金あの東京大学がお国から普通にもらう。えっ、ー、と運営公費金っていうのがあるんですけど、これだいたい体えー？ 800億とかそれ900億とかそれくらいの、えー、予算をもらうんですがでじゃあ東京大学はそのお金で、えー、大学を運営してるかってそうではなくてたい2500600億円ぐらいそれの何倍かの金額を使って大学を運営していますでその一つがあの大事なその一つのお金が研究費ということでこれはあの先生たちがこういう研究するからお金をくださいということであの取ってきてるお金で。 これはあのもちろんあの日本の中で一番たくさんもらっていてそれはあの競争で取ってきますので東京大学という名前で取ってきているのではなくて先生方がそれだけあのいい研究をしているからたくさん取ってきているということになりますあと施設としても、えー、新しく今図書館ができつつあってあの皆さんが入った時にはその新しい図書館を使ってあの勉強ができることになりますそれからあのいろんな施設があって、例えば、 今地理のところにあたかマ天文施設っていうのを作っていてこれが予定では来年ぐらいにファーストライトがこう、えー、で、まあ、宇宙を見ることができるようになるそれからあと植物園も非常に充実していて例えば小石川食塩通園というのはもともと江戸の、えー、綱吉の時代。 五代になりますかね。五代の将軍のところの薬草園をベースにして、あの今植物園になっているところ、これも非常に歴史のあるそういう植物園です。で、これはあのヒストリーということで、まあ、東京大学となってからっていうと、多分東京大学という明治の10年の創設ということになりますけど、実はこれあの医学校と それから、いくつかの学校が合わさったもので、例えば医学校に遡るともっと古くなるというまあ。そういうあと、天文台までまでも遡ると江戸時代になっちゃうというようなことで、あのそれぞれの学部はもっと古い歴史を持っていて、東京大学としての総務大学になったのが明治10年ということになります。で、あの最近だとここに書いてありますように。えー、国立大学法人というものに2004年になって。 うういうあの枠組みの中で色々な大学の運営がななされてるってことになりますでまあ,あの大学ってどういうことをするのっていろ、まあ、んなことをするんですけどもその一つの出口はいい研究をするあるいはいい社会貢献をする世界に貢献するっていうことで、まあ、ノーベル賞みたいなものは世界的な貢献ということで分かりやすいということでえじゃあ東京大学でどんなような人がノーベル賞を取ってるのっていうとこれたく,たくさんいて。 まあそれも、えー、物理学とっても多いんですけど物理学以外には医学生理学それから文学それから平和賞ということであの多様な人たちがと、まあ、っています。でちなみにまあ今ノーベル賞を示しましたけどそれ以外にも、まあ、こういう人たちが東京大学の卒業生で、まあ、例えば作家とかアーティストにも、まあ、こんなようにどこかで見た 人なんかもいて東京大学から、えー、と頑張ってその活躍している人っていうのはたくさんいるなということが分かります。でちょっと面白いのはですねこれ宇宙飛行士。実はあの宇宙飛行士の日本の宇宙飛行士の、えー、と半分以上ですね明らかに半分以上は東大の卒業生です。だからもし皆さんがです、ね、宇宙飛行士になりたいと思ったら東大に入った方がいいと思います。 であのじゃあ、東京大学っていうのはどういう考えのもとにいろいろなことをやってるかっていうと、東京大学の検証っていうのがあって、この中で、あのとにかく、えー、東京大学は日本の国,国のことだけではなくて、世界的な水準での学問、研究をしていきますよ、それから世界的に活躍するようなそういう人を目指して、ここにちょっとあの市民的エリートって書いてありますけど、あの いわゆる東京大学の人はエリート、エリートって言いますけれども、きちんとその社会の中で活躍できてあの、普通の人と同じように生活するというような、そういう意味のエリートである、そういうことを目指して、あの教育をしましょうということになっています。でまあ、教育の目標はだからこういうようういよなな人ににってもらうために、えー こういういとにかく東京大学ときちんとした教育をして各分野の指導,指導的な人格を養成することにだから研究者だけではなくて政治家でもそれから、えっと、マスコミの関係者でもいろんな人に、えー、いろんな分野で活躍してほしいんだけれども、まあ、こういうような考えのもとにしているということになりますそれからです、ね、これはです、ね、あの今私たちの五ノ神総長が掲げている課題と社会の中の動きなんですけれども 今社会は非常に大きく変動していますで特に大きいのは経済面とか社会面なんですけどそのんだろうな国の在り方みたいのが非常によく変わっていて、えっと、かつてはですね産業は第一次産業で労働集主役してあのそこで例えばあの農業なんかだと非常にあの 限られた途中に、えー、と集約型の農業を展開して窒素をたくさん入れてそこで、えー、と例えば稲なら稲を育てて多収量を上げるってこういうようなタイプの農業をしてこれが第一産業として非常に日本の特徴だったところがその後ですね農業からさらにこの工業立国する上では資本を集約して 例えば何とか工業地帯っていうのがああ現れてきてそこにそのある資本投下していろんなさあの工業、えー、的なものを集めてそこであの集約型の工業をするみたいなそういう、えーえー、工業が産業があの非常に盛んになりましたこれはあの日本の高度化成長を支えたその産業のモデルですところがですね例えば今皆さんが知っているグーグルだとか あとフェイスブックだとだかもう少し、えー、っとなんていうのか個人レベルでこう動くようになっている時代は多分ですねもうこういった集約型の産業ではなくていかにこうむしろ知識を集約して新たな産業を作っているかという時代に変わりつつあります。でそのここに書いてあります知恵が価値をを生生んで子を生かすような社会今まではこの集団の中で子は生まれてしまうことが多かったんだけど今度は個人個人が ちゃんと輝きを持ちながら、新しい地を,地を、地だけを集約して、新しい社会を作っていくという。社会に多分、変わりつつあるんだろう。だから、まさに皆さんが大学に入って、社会に出る頃は、こういう社会になっている。とすると、今までと同じような考え方で、あの大学の教育もそうだし。あの、なだろう、皆さんが社会でたあの働き方。そのものも、もう変えていかなくちゃいけない時代になっているんだ。だから、えっ、ー、と、ここに書いてあるけれど。 えっとストック東京大学地だとか技だとか人材とか情報インフラっていうのは非常に揃っている大学ですこういうのを活躍してむしろこういうパラダイムシフトを先導して科学技術だとか社会システムだとか経済未カミのこう変えていくようなそういう大学として、まあ、東京大学はやっていきたいというふうにまあ思ってますであの今、えー、国ではですね「ソサエティ5」っていうふうな呼び方をしていてこういう知 知識集約型の社会を目指したいろんな改革をしようとしているので東京大学はその先に立ってですね一緒にやっていくというようなそういうことをまあ考えている例えば例えばデジタル革命っていうのは本当に起こりつつあって、まあ、例えばですね今電気自動車がどん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 これから入っていくようになった時にはこの電気をついて車の診断そのものもやってしまって今あの車を乗ると自分で車の点検をして大丈夫かって 確認した上で走り出すことが、まあ、ルールになってますけどもう今度全部自動的それから今はですね大量に同じ車を作るっていうシステムですけど今 3D プリンターみたいなのが出てきて個別のやつを設計してできるような時代になると今度はですね工場で顧客の好みにおいて一台一台作るんだけどそれが低コストでできる多分こういう時代になってくるでそれを担うのは多分皆さんになるでまあこういうことを がまあ、こういう社会が変わろうとしているので東京大学としては、えー、ビジョンの2020っていうのを作って、えー、知のプロフェッショナル皆さんを知のプロフェッショナルとして育成したいとだからここでは自ら原理に立て持って考える力だとか忍耐時刻強く考える力だとか自ら新しい発想を生み出す力とかこういう力をつけるような教育をしたいというふうに思っています。 でまあ、例えばですねこういう中から生まれているいくつかの研究等に関する、えー、もうすでにあの現れている事例がございまして例えばですねここにあるようなスーパーカミオカンデこれはあのノーベル賞った刈田先生が主催しているそういう施設ですけどこれはあの「神岡鉱山」っていう非常に深い深い深い,深い長い長い長いトンネルの中にこの装置を作っていて。 ここでまさにこの素粒子のその仕組みを解こうというような研究が行われていますしあるいはですね国際的なキャンパスを目指して今さまざまな国からの留学生を受け入れてますし新たに今度は卓越研究というものを東京大学でするために今仕組み作りをしているそれからこんなような国際組織の連携をさまざまにしていて。 あのいろんな国と今あの連携をしてあ新たな東京大学の、えー、こう何て言うのかな仕組みを作ろうとしています。で最近ですね東京大学なんていうのはもう世界的に大したことがランキングも低いし大したことないから海外出てこうぜという、まあ、こういう、えー、お話もあるんですが例えば、まあ、これあの東京大学こういうようなこれは佐藤先生っていう先生が。 このプリンストン大学と東京大学で教えていて、まあ、こんなこと言ってる、考えてみた、アメリカのトップ校東大対アイビー・リン、6勝4敗で東大の勝ち点で何が彼がいいかって言ってると、大学と学生の間の距離が非常に近い。 アメリカの大学は学生と大学の距離がとても遠くって例えばお互いの双方向の授業があってとっても有名な先生が対話型の授業をしてるとか言うけどあれはほとんどないんだそうでそれは大学の院生がその代わりに出てきて何かをするっていうんで先生はあんまり出てこない有名になればなるほど出てこないとかいうそういう話があったりするのとあとお金がとっても高いんですね。だから、えー 先生の給料もいいのであの僕なんかは向こうに行くといいかななんて思いますけど先生の給料は圧倒的にアメリカの方が高いです。だけどその分学生の負担が増える。っていうようなことをいろいろ考えるとあともう一つはですね入試がその東京大学は今あの、えー、成績いわゆるあのテストの成績で取るんだけどテスト以外はですねどういう子であっても受け入れるんですね。だだけど例えばハーバーバドなんかなんんかと 運動ができて生徒会をやってて勉強もできてそれから高校の内申書もよくてみたいな子が入ってくるので非常によく似た子が入ってくるんだそうですそれに比べると東大の方が、えー、非常に多様な学生が入ってて興味もいろいろバラバラであるよだからまあ佐藤先生の言うには東大の強みを生かして東大ならではのユニークな人材を育てたいというふうに言っています まあこれはまあ一つの考え方で、佐藤先生みたいな方がすべてはないとは思いますけれども、だから、実際に見てきたときに、必ずしも海外の大学がいいということにはならないという、まあ、そういう話です。さて、じゃあ、東京大学はどんな教育をするのかということですが、ここに書いてあるように、えー、リベラルアーツをします。これは、皆さんが東京大学に入ったときに、1、2年は駒原キャンパスでいろんなことを学びます。専門以外の。 で私駒場のじ授業がとっても好きで、えー、と自分自身も駒場の授業はかなり真面目に受けた記憶がありますけれども、まあ、そういう多様な、えーえーえー、僕自身理系なんですけれどもあの文系の,あの勉強が好きだったので文系の授業はほとんど受けたような気がします。でそういうようなリベラルアーツというのをしてそれからえっとレートスペシャリゼーションその後で本郷に来てあるいはまあもちろん駒場とかそういうことになりますがそこで自分の専門を勉強しましょう。 で一方で,です、ね、推薦入試のようなアーリエクスポージャーみたいなのも少しずつ始めていてそれはそれぞれの学生の人のやりたいことだとかその思考に合ったそういう多様な道を今作ろうとしているということです。でここからはですね少しだけ東京大学で今動かそうとしている、えー、新しい試みについてお話をしてみたいとここではあの6つほど取り上げてます。で一番最初はこの 体験活動の、このあたりはあの多分本にも載っていると思いますけれども、あ冊子にも載っている、体験活動の推進ということで、これは何かというと、これは、えっと、大学生活とは違う、もう少し社会の中での自分のありようを考えるということで、えー、夏休みの期間などに1週間程度、まあ、国内、海外、それぞれ自分が選んだプログラムに参加するというものです。で例えば えー、農業体験しましょうとか、復興のまちづくりを手伝いましょうとか、あるいはインド行ってマーケティングのリサーチをしましょうとか、えっと、ハーバード大学のこれは医学部の研究室を見るだけなので、まあ、こういうもの、でも見るだけでもだいぶ違うので、まあ、こういうことをしてみましょう。それからもう一つは、この、えー、初年児長期自主活動プログラム、俗にフライプログラムこれはですね、まあ、結構とんでもないプログラムで、 えー、皆さんが来たら1年間まず大学を休みなさいというものラムです。大学に来てはいけません。この1年間でこれまでに皆さんが全く経験していないことにチャレンジしてみてください。これは海外ではです、ね、ギャップイヤーというのがあってあの高校から大学に入るときに半年ないし1年を使ってです、ね、全く違うことを体験する。でそれがとっても良かったと言っているあの学生たちが多くて、まあ、それの導入です。で例えば ここににに書いてあるように、まあ、海外に行きます国内でもですね長期的に例えば釜石みたいなところに行って1年間ずっとですね、えっと、そこの、えっと、釜石の市役所でボランティア活動働く広報担当に働くみたいなこんなことをやってる人もいましたで、まあ、こんなような活動を通して自らこれまでの自分の,その立ち位置と違うようなそういうようなことを勉強しましょうというプログラム。 でまあ、具体的にはこれ細かく書いてあるこんなどっちみち見えないんですけども、まあ、一応、えー、ちゃんとそういうプログラムを大事なポイントはですねこれすごく恵まれててまずお金がサポートされるってこと,、えー、と年間50万円ぐらいサポートそれからもう一つはですね、えー、その一人に対して3名のアドバイザーの先生がつくだから安全のことがいろいろあるのでだからものすごく恵まれたプログラムで。 まあ実ただですねこれは結構1年間休むってことに抵抗のあるあのもちろん学生も多いのでそんなにたくさんの人が手を挙げていないんですけどもこれは僕自身は結構面白いプロなのでぜひ積極的に参加したらいいんじゃないかと思います。それから初年度セミナールっていうのを始めていてこれはですねあの非常に能動的な勉強をしましょうということで一方的な受け身じゃなくて自分でちゃんと えー、学ぶというそういうスキルは手に入れる例えばここに書いてある、えー、日本史研究の最前線というか自分で調べながら日本史の、えー、勉強をするそれから書評を書くだとか百人一首を読んでいくだとかあるいは、えーえー、知能ロボット入門というので、まあ、これを実際にあのやっていくとか,とかこれあの実は必修なので。 いくくつかかたくささんんんあるるる中から皆さんが選んでここれをややってて決めてやることになりますこの先生の方も結構大変なんですけどあの学生さんたちが非常に面白がっているので先生も一緒になって面白がってあのこの授業をしているというふうに聞いてます。それからこれは今年から始まったプログラムで、えー、と英語がとっても得意な人たちもそれなりにいるんですけど、まあ、僕のように英語,の英語の苦手な人もいると。 でこれはですねその英語が必ずしも得意でないような人たちがその英語の基礎レベルを上げるためのプログラムですだからこれは GGG と呼びますよ GoGlobalGateway プログラムと呼んでいて国際総合力認定制度で国際力とはつまりグローバルとはって考えた時にコミュニケーションの力だとかそのいろんな挑戦する力だとか その自,自分を党体化して国際的に考える能力だとかあるいは多様性を受け入れる能力だとかこういうリーダーシップを取る能力と、まあ、さまざまこれらをあのみんな持っていて初めて、えー、グローバルのリードとなれるとだからこういうような感覚を自分で考えながら養ってもらうためにいろんなプログラムの中から自分はこれと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 これはそれぞれこういうプログラムの中から選んで。 やりましたとじゃあついてでそれをちゃんと取ったことを確認して我々としてはそのポイントをあげますよで、これが最終的にあのそ,のその学生たちがですね実際に自ら選んでそういうような国際性を身,身につけたというそういうものとして認定することで例えば就職するときに私はこんだけやってちゃんとあの大学から認定をもらってますというそういう証明にもなると。 だからそういう、ま、ず基礎レベルでの国際化を自らが実践する能力を自ら選びながらやっていきましょうというそういうプログラムを今年から作ってあのやっています。これはあの、まあ、できればです、ね、入った3000人ぐらいの人が毎年入るんけど少なくとも半分ぐらいの人にはこれを受けてほしいなというふうに思っています。であとはは、ね、これはあの少しあのエリーートコースで、えー ググロローーーバルリーダープログラム、これはまさにその,、まあ、そのグローバルのトップの人を、まあえー、養うようなプログラムでこれが学部でやるプログラムそれからさらに3年4年になってもこれを続けるプログラムでここでは英語能力それから えと例えばいろんな国際的なリーダーともディスカッションするような場を設けてますのでそういうような、えー、と国際的な、えー、とリーダーとしてのビジョンだとか指導力をそういうインタビュー等々を通じて身につけるまあ、そういうようなことを目指してあのやっているプログラムです。さらにはですね、えー、トライリンガルプログラムっていうのを作っていてこれは三角語に挑戦してください。例えば、えー、と英語 はいいけれれど、それ以外にですね、例えば中国語同一語だたこういうようなものをちゃんと身につけてその国際的にはですね、多言語を操るようなそういう人たちっていうのはとても大事なのでそういうようなことを目指す人に向けてプログラムを提供しましょうということになっています。 であのじゃあ皆さんが大学に入って国立大学なのでいろんなサポートはあんまないんじゃないかということを危惧するかもしれませんがこれもあのその冊子の中に細かく書いてあるので見ていただければいいんですがあのさまざまなサポートをしていて、えっと、この中ではです、ね、例えば経済的な支援は書書学金がまあいろいろありますのでぜひいろいろ応募してみてくださいそれからあと学生宿舎も、えっと、いくつかございます。でこれもあるし例えば女子学生に あのついてはあの宿舎のサポートがありますそれからキャンパスライフに対する支援それから就職支援、まあ、こういうものもあの比較的充実していると思いますのであのぜひあのこういうものを使ってあのより良い学生生活を送ってもらえるといいかなというふうに思いますそれからここからは少しだけ入試のことを話させてもらいますが で東京大学アドミッションポリシーというのがあって、入学、こういう人に入学してほしいというふうに書いてあるんですけど、まあ、さっきも言ったように、えー、世界的視野を持った市民的エリートというふうな人を育てたいなということなので、まあ、ここにはこんなようなことを期待したいと、えー、だから主体的に学んでほしい、それから、えー、ここに書いてありますように、えー、っと,とにかく、えー、ここに書いてある、えー、なんて書いてあるんだ。えーっと 創造的役割をを果たたす人人間ととししててて成長いいいきたいという意思を持ってる人今はそういう人でなくてもいいけどそうなりたいと思ってることが大事だよねってそれからあとは広い視野を持ってほしいなって、まあ、そういうようなことをやっていくような人を期,、えー、期待していて、まあ、そういうような人に向けて、えー、とこういうこにて世界的視野を持った市民的エリートとして教育していきますよっていうふうなことを言ってます。 であの入試に関しては、えー、試験問題の内容は高等学校段階でのきちんとした学びをとにかく重視してますよそれから文系理系にとらわれない幅広いあの基礎知識と外国の基礎的な能力が必要としてるというふうなことが書いてございますそれから一般入試に関しては、まあ、このように、まあ、皆さん知っているように、まあ、とにかく6つの軽いがありますのでそれを受けた後で この進学選択制度ということであのここに行きたいというのを選んでもらって最終的に後期の、えー、勉強をするとでここにあの皆さんの本にも書いてありますけどさまざまな人たちの、えー、こんなふうにして大学に入ってよかったここのところはよかったとっいうようなことがあの書いてございます一個ではちょっと説明をしませんそれから推薦入試はちょっとだけ違っててあの学部を選択して受験できるだから初めから物理学科に行きたいとか言って受験をするんだ であの先生たちは物理学科に来ても、本当の子は本当にやっていきそうか、やっていくのが楽しくできそうかということをちゃんと判断して、ここであのあの合格、不合格を決めるとでそうする。なので、この前期課程では進学選択はありません。 でむしろ自分がやりたいということに対してあの先生たちのアドバイスを受けながら自主的に一部の授業あの基本的な軽いの授業は受けてもらいますけどそれに加えて自主的にいろんな授業をまあ受けることができるとで後期課程に行った時にはある程度もうすでに専門課程を受けているのでさらに進んだアドバンスの勉強も自分で自主的にできるとでここにもえと合格者の声が書いてございますのでこれも見ていただければいいかというふうに思います あのまあ、いずれもあの推薦入試で、こんな理由で入ってとても良かったというようなことが書いてあります。で、あと、東京大学の説明会は、あのこれ以外にもですね、こんなような格好で、えっと、いくつかしていますし、例えば女子高生のための東京大学説明会は、9月に、えっと、予定されておりますので、それも併せてご利用いただければというふうに思います。それれでははの私の話はこれくらいいいにさせてたただきますごご聴あありがとうございました